ポップでハッピーポピポピーアスカでーす。アスカもピッポポワピー。今ディズニーが公式でチュロスをあげたということで、私もねチュロス作りに挑戦しようかなと思ったんですけどもね、あえてリトルグリーンメンのまんじゅうリトルグリーンマンを自分で開発してやってみようと思います。やってみようと思います。なんかさ、リトルグリーンマンってどんな味だったっけってなった時になんかいろいろ考えたの。その時ね、原点に帰りました。団子じゃんね。ちょっと団子よりもみずみずしいから、みたらし団子作る時とかの団子をちょっと水足して、あのリトルグリーンマンのプルンプルンな感じにやっていきたいと思っております。私の中のねリトルグリーンメンマーク、リトルグリーンメン、みんなでやってみよう。せーの、リトルグリーンメン。あ、間違えた。ハワイじゃんこれ。じゃあ行くよ、みんなでリトルグリーンメン。はい、じゃあ早速作っていきたいと思います。白玉粉と上白粉、これ 100g ずつをボウルの中に入れます。これ袋に入ってるの 200g なので、まっ平らにしいの、均一にしいの、真ん中でおりーの、ここきれいの。180ml のお水を入れます。コネコネしていきます。これはコネコネでしょうか、コネコでしょうか。コネ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 コ、正解はコネコでした。早速コネコネしていきます。こんなにドゥルドゥルかね。水を足します。形がな、全部入れます。イエーイ。リトルグリーンマンってここ尖ってんじゃん。で、ほらほら、こうやってたらほらリトルグリーンマン、いや、ドラクエじゃね。大丈夫。で、こね終わったこのお餅には緑をつけるために抹茶を大さじ1ほど入れていきたいと思います。砂糖は 100cc とりあえず入れようかな。え、砂糖入れたらトロトロになっちゃったんだけど、どういうこと。え、どういう意味。砂糖って水分含まれてんの。はぁ、もう白粉ないよ。ネチャネチャになったけど、もうそのままぶち込んで後から形を整えたいと思います。この中に入れます。多分さ、下でさ、ブーンってなるので浮かんでくんのね。あの、そしたらそこでこうやってやって、つま先立てて、あのリトルグリーンマンみたいにやろうと思うんだけど、どう思う、レディーたち。沸騰してきました。森江マスコは果たしてリトルグリーンマンに会うことができるのでしょうか。入れよう。やばい、全然浮かんでこない。なんか毒スープみたいになってんだけど。はい、では皆さん、とうとうレシピを開発できたかもしれない時間が来たかもしれません。発表します。リトルグリーマンです、リトルグリーマンです、リトルグリーマンです、リトルグリーマンです。わっは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 。キモキモ。あの、千と千尋に出てくるあの風呂から出るあの自転車とかめっちゃ中に入ってるやつやん。よきかながおるやん、ここに。はい、失敗しました、すいません。もうこうなるとリトルグリーメンではありません。無理でした、開発とか無理です。でも皆さん本当に誤解しないで、普通に味噌汁とかは作れるから、味噌汁とか目玉焼きとかちゃんと作れるから、嫁には行きたいから。いただきます。うん、オッケー。柔らかさだけは一緒。オッケー。味は美味しいの。まあね、こうやってね、みんなチュロス作ってるから、私はちょっとリトルグリーメン頑張ってみるとかしゃしゃらず、ちゃんと公式で発表されたレシピを見てチュロスを作るべきでした。すいませんでした。ちゃんと白玉粉ではぜんざいとかのお餅で作るときに使います。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめん。